はい、えーと、世界の億万長者という話が出ましたね。いやー、世界の億万長者はブックメーカーやらないでしょ。バイナリーオプションも。FX もやってないと思います FX は、為替っていう形でやってますね。正確に言うと、私たちが少額でやる FX と、為替取引っていうのは全く違う,う、まあ、スキームとか、取引証券講座で行われてますんで、一色たにしてはダメだな <laughs> と思うんですけども、ん、まあ確かにね、これはね、世界の億万長者は、 ブックメーカーカやらないし私たちが認識してる投資ものっていうのやらないですね。なんか大きな括りで言うと投資なんですけども多分私たちがやってるのは投資のレベルでもないんじゃないかなと思いますね。その月間で数百万とか数千万みたいなの。やっぱり少なくとも何か数十億みたいなのを傾けるからこそ。 投資なのかなというふうに今ね、投資家として生きている私がね思うわけなんですけども超底辺のことやってると思うんですよ要するにあの大物投資家がもうちっちゃすぎて扱わないようななんか まあ、ちょっと言い,言い方悪いんですよカスみたいな部分をなんか取り合ってるのが <laughs> 私みたいなね少額投資家って言ったら本当に本当の投資家には申し訳ないんですけどもそんな感じかなと思っちゃいますよね。まあでもちょっとね先入観っていう言葉で言えばあのいろんな投資がね、えー、悪い先入観を持たれてるっていうのはそれはやっぱりこのカスを扱っている私みたいな人間の発信が悪いんだなと思います。私みたいなあの小学投資家が まだ投資をされてない方にどう思われてるかってことなんですよ当然投資の世界に入ってない人はウォーレンバフェットとか知らないわけですからウォーレンバフェットのことばっかりを情報を受けていたら怪しいなんて思わないはずなんですようんだからねやっぱり怪しい先入観っていうのはそれをねあの持ってる人が悪いっていうよりも持たしてる方が悪いのかなっていう風に考えていくこともできるかなと思っちゃいましたねうんまあ、でもねどっちにしても先入観っていうのがどんな先入観を持つかによって えー、進進やすすいいいかかにくいかっていうのがあるんですよで私の先入観、まあ、私の例を言ってもしょうがないんですけども私は2013年セルフバックを見た瞬間に1億円が稼げるっていう先入観に支配されてそれがいまだにそうなんですよ。いまだにセルフバックで1億円は稼げるなと思うんですけどもこの先入観を持つと。 まあ、モチベーションがある内にかかわらず行動に結びつくんですけどももしかしたら失敗するかももしかしたらどうしようお金なくなったらどうしようっていう不安が先入観の中に入ってる以上はまあ進む速度ってのは遅くなるんではないかなと思いますよね。まあそんな感じでね先入観っていうのはどの先入観を自分が選択したかにもよりますしどんな先入観を発信者が持たせているかってことにもなりますんで、まあ、私がね例えばブックメーカーの話をしますバイナリーオプションの話をします。 そうするとですね、多分私の情報を受け取り慣れてる人は、怪しくてできないっていうふうになると思うんですよ。それは正解なんですよ。ね。あのー、まあ、もっともっと分かりやすく言うと、何回も言ってる例なんですけども、ブックメーカー、バイナリーオプション、その他ね、FX も一部そうかもしれませんけども、何かの教材を買っても買わなくても、何かの塾に入っても入れなくても、確率は二分の一なんですよ、いつも。同じなんですよ。同じなんだけども、まあ、例えば何かのね、ツールを買いました。100人買いました。で、30人ぐらいは儲かりました。 で販売者はその30人だけを取り上げてこういう風にやるんですよっていう風に発信するからやれば儲かるのかなって気がするんですけども一定の割合で儲かんない人も出るからあのこういうツールだとかねえまあなんやかんやなんですよね <laughs> まあそういうからくりを私はいつも言うんで私の情報を受け取ってる人はあのやらないんじゃないかなとやらない先入観を持ってますよねで例のやつに関しましてはもうね5年ぐらいずっと私が責任を持った発信をしていて今回みたいな大きなトラブルももう改善してるわけですよ で改善するまでの不安な1ヶ月とか2ヶ月の間私は毎日毎日発信していい先入観を持たしてるんで多分ねあの大会者ってて人も出なないやつなんですよだからどういう風な先入観を何に持たせるかなってことは非常に大事だなと思っちゃいますよね。 でその一つに IH クッキングヒーターとかあ放射線の汚染、ね、濃度とかねそういったものがあるのかなと思います世の中にはねいろんな説があっていろんな潜入感が蔓延してますけども誰からその情報を受け取ったら好意的に見れるか否定的に見れるかっていうのは常に発信者がどんな潜入感を与えてるかによるのかなと思いましたねはいえー、まあこれからもね私はなるべくいい潜入感を多くの方に傾けていきたいなと思いますし 不安に思うべきことは不安に思うような先入観を与えていくようなね、そんな情報発信のコントロールをしていこうかと思います。では、失礼します。